今回は、花村てるてるという変態紳士に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。てるてるちゃんが可愛すぎて2周目ができない。てるてる好きだったなぁ。トイレ中に暗闇になるのどんな気持ちのとことか、気持ち悪すぎて面白かった。そして外見からして絶対殺される側だと思ってたらまさかの、だった。この人が最初の犯人ってのもなかなか裏を書かれたな。賑やかしポジションでしばらく生き残ると思ってた。正直こいつのお母ちゃんエピソードが一番心に来る。動機にお母ちゃん持ち出してくるとかほんと卑怯だ。泣いた。みんなを守ろうとしたとか言ってる時は何言ってんだよって感じだったのに、母親の話題持ち出されておいやめろってなったよ。超高校級の絶望だった頃はやっぱり人間を料理したりしていたんだろうか。てるてるちゃんが絶望になったのって、やっぱ学園生活してる間にお母さんに何かあったからなんだろうか。それとも自分自身の料理に何か問題が発生したのか。アイランドモードの心んぱだけ見てみると、地上のもつれの線も否定できない。もし絶望時に家族を差し出したのがてるてるだったらそれこそ本当の絶望だよーず。アイランドの個別 ED、ちょっとビビったけど、お母さんネタ出されるとやっぱり切なくなるな。カニバリズム料理とか作ってたんかな。料理人なら大量毒殺とかも余裕だから、夏美希とかもそうだけど才能的にマジでシャレにならん。弾丸論破ゼロに名前だけ出てた超高校級のコックってこいつなのかな。うますぎて学生食堂に行列ができるーっていうくだりの。個人的に弾丸論破全体で最も共感できた黒、2番目はバター誰かを殺してでも、一刻も早く戻って確かめなくてはと焦る気持ちも、殺人を犯そうとするような頭のおかしい奴なら殺してもいいと魔が差して自己正当化してしまうのもよくわかる。もし同じような状況に置かれたとして、そういうことを一度も考えない人間はいないだろう。それでも人殺しは紛れもなく悪だが、やったことは肯定できないけど、やりたくなる気持ちも理解できるくらいが黒としてベストだと思う。本来は悪人ではない人間が、黒になってしまうやりきれなさが論破の肝だから。お仕置きはこいつが一番ピークだったとはプレイ中は思わなんだ。には見た目的にどきついのが少なかったね。一生からこんなエグいのかよ。と戦慄してたけど、よかったわ。ほんとただ七海のは血が出てたらヤバかったかもしれん。一生最初からこれとかマジかよ。二章なんかブスブス言っとるけどそれ以外はきつくないな。三章何が起こったのかわからない。四章ぬるい。モノクマこれ飽きてきてんだろ。五章血が出てたらヤバかった。六章お仕置き？は？それぞれのお仕置きは絶望に侵されてた時代に自分がやったこと説が有力だよな。その考察でいくと、花村は母親をトンカツにしている。確か一章のラスト付近のモノクマのセリフ、自分がやられたらどんな気分か、しっかりと考えなくてはいけません。人殺しに関しても同様ですからできた考察だっけな。これは普通に殺人を犯した黒が負けたら処刑されることを言ってるんじゃね。六章で黒幕が自分の母親がトンカツにされた豚みたいな顔みたいなこと言ってたから、母親トンカツにされて絶望が伝染したんじゃないかな。ああ、自分がやったんじゃなくてそれを見せつけられたのか。詐欺師が積み木を呼び見たらいと仲がいいことがわかり、本格的に2で一番特に友人のいない組が彼一人だけになってしまった。召使いは浅く広く交友関係あるからなおさら。そうやって誰かの引き立て役としてちょこちょこ活躍するてるてるが大好きなモレだっているんだぞ。名脇役と勝手にお呼びして MVP とか花丸あげたい。